高校生の時に確かスイスから留学生が来たことがあった。たまたま私の部活に興味を持ってくれて部員として登録された。彼女のお別れ会の時、彼女は部員の人数分クッキーを焼いてきてくれた。彼女、クッキー焼いてきたよ。あのね、でもこれ酸っぱいなの。え、酸っぱい？クッキーが？彼女、あの、間違えた、わかんない。英語でもいい？ミステイク。それ、もしかして失敗ってこと？日本語ペラペラな子だったんだけど、笑うとかより先に盛大に和んだ。間違えるなんて、日本語大好きなのにもっかい日本語勉強してくる。ってすんごい悔しがってて、和みに拍車がかかった。ちなみにクッキーはマジで酸っぱかった。今まさに電車の中で見た光景。インド人っぽい外見の若いバックパッカー3人が乗ってるんだが、若い姉ちゃんがよろけて1人に衝突。姉、ごめんなさい。い、大丈夫だよ、なジェスチャーで、次の駅で姉ちゃんが降りた途端、英語で生ごめなさいだ。響きかわいい。ごめなさい、男が言っててもかわいい。すみませんよりいい、日本語で一番いい、のようなことを言って盛り上がりまくっている。笑いを抑えるのが大変。